どうも TJ です。今日はこれウランジの、1.55XT アナモルフィックレンズ、これを紹介したいと思います。開封はもう済ませたんで、ものとしてはこんな感じ、ここにアナモルフィックレンズ、アナモフィックかな、アナモルフィック、僕はアナモルフィックって呼んでるんで、アナモルフィックレンズの 1.55 倍ですね、こんな感じですね。すごく綺麗ですよね。作りもすごくいいですね。保護カバーっていうのかな、これがついていました。こちら側と裏のスレッドの 17mm のスレッドですね、ここの蓋がついてて、こういったケースがついていて、これが、いろんなスマートフォンに対応するタイプのクリップですね。私はちょっとケースもうつけちゃってますけど、例えばこんな感じで、中央付近にあのカメラがついているようなものでも、ここのストロークが結構長いので装着可能かなと思いますね。こんな感じで。それからもう一つ、こういったクリップですね。ここに、レンズをつけて、でここからこう入れるタイプ、こうやってつけて、こんな感じかな、まあ、こうやってつけるとね。まあ、こういうクリップも、付属しています。で、私はこの iPhone 12 Pro Max、 この大きいやつですね、これの専用のケースを、同時に送ってもらったんで、今これお見せしたように 1.55 なわけですけど、前回は 1.33 っていうのが、1年以上前に出てて、アナモルフィックレンズとはどういうものかっていう解説と、あの動画を作ったんで、これ2つここら辺に、紹介しておきますね。で、概要欄の方にリンクも貼っておきます。アナモルフィックの仕組みについてはそちらの、動画を見てもらうのがいいと思います。この 1.55 がどんな感じで映るのかっていうのをちょっと今日は確認してみたいと思います。じゃあ早速ね、これやるんですが、ここにこういう感じで iPhone を、このケースにアナモルフィックレンズ 1.55、 これをここに装着しますね。こんな感じで、まず標準カメラ、今、つけていません、こんな感じね、何もない普通の素ので、標準のカメラ、これで今このぐらいの画角で写ってますよね。まあ、これ、動画モードにするとビデオですよね。で、1倍でやるとこれ16:9、こういう形で映りますね。横16に対して縦9の比率です。この今3枚の写真があって、さらに余分に少し写ってると、このイメージ覚えておいてください。じゃあつけてみます。どうですか、これで見ると、さっきはこの辺りからこの辺りまでしか映ってなかったと思うんですけど、今ワイドに映ってますよね。この入り口の、扉が映って、これテレビなんですけど、テレビも結構映ってると、このぐらいでも縦方向はあまり変わらない。要は横方向を大きくとって、で圧縮してしまってるんですね。それがこの、アナモルフィックレンズというこのレンズができること。要はまあ言ってみれば、乱暴な言い方すると広角レンズ、ただし横だけ広角、縦はそのまま、そんな感じのレンズっていうことなんですね。録画してみますね、こんな感じで、こうやってこういうふうに撮ってみますね。これを、コンピューターの方で横に引き伸ばして見てみると、ちゃんと見えるわけなんです。まずね、データを取り込むとこんな感じですね。これ見てわかるようにかなり圧縮されて映ってますね。 iPhone で見たそのまんまだと思います。これを、1.55 倍に横、広げるという感じなんで、シーケンスで、3840、これを 1.55 倍します。3840×1.55 は5952、これを5952にしますね。
そうすると見てわかるようにここに黒い帯が入りましたね。ただ、iPhone で撮ったそのまま映像は、幅が狭いまんまなんで、このこいつもさらに 1.55 倍しましょうということで、ここのエフェクトコントロールのところで、このここですね、スケール縦横比を固定、これ今だと16対9になっているので、このこれを外して、でここ横幅を 1.55 にしてみましょう。こんな感じですね。これで横幅が正常になりましたね。かなり横幅広くなって、これ要するに一番最初 iPhone カメラで撮った時にこのアナモルフィックレンズの 1.55 倍を圧縮して撮って、でこのソフト内で後処理として広げて、映像を編集していくという、こういう感じにできるってことなんですね。アナモルフィックレンズを装着した時の映像っていうのは大きく2つの特徴、まあそれをメリットと取るのかデメリットと取るのかっていう判断はそれぞれ使用者によるんですけども、特徴をここで紹介しておきますね。まずこれ、数日前に私が撮った映像ですけども、これご覧いただくとこんな感じで、こういったところっていうのはどうしても歪曲してしまうんですね。レンズの周辺に行けば行くほど歪曲がひどくなる、樽型の周差が出るということですね。この辺りの中央部分っていうのは非常に綺麗に出ます。それからもう一つ、それに伴うんですけども、どうしてもそのフォーカスの幅ですねが、狭くなる傾向にはあるように思いますね。それからもう一つ、大きな特徴としてこれ見ていただくと、このように非常にワイドに撮れてるんですけども、これフレーム内に非常に明るい光源、例えばこれですね、この強い光が入るとこういうふうに横に青いフレアがバーンと入ってくるんですね。でこういう表現を映画でご覧になった方もおられると思うんですけども、これを、面白いと多用される、映画監督もいますね。で、まあこれが良くないと思う人もいるだろうし、これが面白いと思う人もいるだろうし、しかしこういうふうに表現として非常にワイドにシネマティックに撮れて、しかもこういうのが出てくると、まあ映像表現としては面白いのかなと思いますね。これも同様ですね、ここにちょっと、歪曲してるというのが分かると思うんですけども、まあこの辺りを、別動画で、紹介してますので、ぜひそちらをご覧ください。別動画にしなければいけないのは、この今回の、動画、これ自体は16対9で撮って、このアナモルフィックレンズで撮ったものっていうのは 2.76 対1の比率で出力する必要があるので、別動画としてアップしてます。それは、見ていただくと今までの動画を横方向に、シネマティックっていう風にやったものっていうのは通常、黒い帯を入れることで横方向に広くするんですけども、今回のこのアナモルフィックレンズで撮ったものっていうのはそもそもの映像として、このワイドに映ってますので、YouTube でご覧になっててもその違いがわかると思うんですね。ということで今回はこの、ウランジのアナモルフィックレンズの紹介でした。あ、そうそう、もう一つ忘れてました。もう一つね、これ非常に私がまだ使ってないんですけど、次使いたいなと思ってるのは、このパッケージの中にこいつ、これが入ってるんですね。ここにね、52ミリのスレッドが切ってあるので、52ミリの ND フィルターをつけることでさらに映像表現広がると思うんですよね。まあ、非常に今回のこれよくできてると思うんですけども、まあ、この、ウランジさんの Amazon のリンクを貼っておきますので、もし気になる方はそちらでチェックしてみてください。それでは今回の動画は以上となります。それではさようなら。